サイニーさんこんにちは。クマくんこんにちは。今日はどうしたの？実は昨日太郎兄さんと一緒にストップウォッチを作ったので、それを見せに来たんだよ。本当すごいね。難しかったんじゃないの？簡単だったよ。いろいろ教えてもらってよかったね。楽しかったよ。太郎兄さん、いろんなことに詳しくてびっくりしたよ。ところでサイ兄さん、さっき大きな荷物が届いたみたいだけど、何か来たの？実は 3D プリンターを買ったんだよ。へえ、 3D プリンターで何ができるの？実は俺もそんなに詳しくないんだけど、今人気があるみたいで衝動買いしちゃったんだ。どうやって使うの？CADってソフトがあるんだけど、そのソフトを使って形を決めると、その形を 3D プリンターで作れるんだよ。そうなんだ。そんなことできるんだ。すごいね。僕も作りたいな。じゃあ一緒に作ってみる？いいの？ありがとう。そしたら準備するね。まず 3D プリンターに電源を入れて、ソフトを立ち上げるよ。サイ兄さんも機械に詳しいんだね。仕事で毎日使っているからね。お、立ち上がった。そしたらどんな形がいいかな？四角は作れる？作れるよ。そしたら平べったい四角を作ってみるね。XYZ プリントで形を作る映像。わあ、動き出した。俺も初めて見るからテンション上がるよ。すごいね。これは何をしているの？多分最初に少しプラスチックを絞り出して、ゴミとか残りカスが製品につかないようにしているんだと思うよ。赤色なんだね。この機械は一色しか出せないけど、プラスチックそのものを別の色に変えることができるよ。真ん中に移動したね。これから四角を作り出すと思うよ。ライトをつけないと見えないね。わあ、すごい。四角の外側から作ってるね。まず外側を作ってから中を埋めていくんだね。四角ができて、次は2層目の四角作るみたいだね。そうやって1層ずつ作って、厚みのある物体を作っていくんだね。なるほど。そしたら取り出すよ。くっついてるね。すごい、完成している。うわー、綺麗だね。面白い。できた。そしたらこれはクマくんにあげるよ。本当にありがとう。そしたら今日は帰るね。バイバイ。バイバイ。